潜入あそこ、あそこか、うん、ここがセコマの本社。本社にやってきました。セコマが好きすぎて、うん中島公園にあるんだね。そうでね、下はお店があるんだよね。そう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 、一番品揃えがいいみたいなので、うん、ちょっと潜入してみます。行ってみようか。うん、ここが本社で、隣に、いや本社の真下で働いてたらさ、うん、なんか緊張するよね。そうだね、本社の人来てね、ね、来るよね。おお、ここか。あ、すごいね。うん。そうだね。うん。そうだね、すごい綺麗。冷凍みつの牛乳とか、うん、すごい、これがね、美味しいんだよね。ね、全然サラダが安いね。安いの、安いよね。うん、お酒、タバコは20歳。
たたらしいの。焼きチキン、うん、塩サバ、明太マヨ、道産ホタテの白菜キムチ、セコマの本社で、まあ、下のセコマで買いました。はい、今日も新しいもの食べます。うん、いただきます。いただきます。キムチの味美味しい。酸味少なめのキムチの好み。チキンも香ばしくて美味しい。うん、こんがり、うん、うん、うんうん、明太子のピリ辛が、うんうん、ご飯に合う。うん、マヨ漬けはどう？マヨ漬けにたまらない。追いマヨした。うん、やっぱり塩サバは最強。あ、美味しい。ご飯に合います。うん、そのね、大きいところが満足感がすごい。うん、確かに。うん、それでは、はい、いっぱい食べましたね。半年間食べてきました。はい、で今回はセコマの商品をカテゴリー別に分けてランキング発表しようと思います。はい、ソフトクリーム、うん、飲み物、お惣菜とパスタ、うん、スイーツやおつまみ、うん、あとホットシェフ、はい、あと番外編、うん、ランキングを発表しようと思います。はい、いっぱいあるからね、うん、ちょっと受けさせていただきました。はい、でまずそのそれぞれの食べたものっていうのをダイジェストで紹介して、はい、その後にランキング発表しようと思います。はい、でまずソフトクリームのダイジェストです。はい、どうぞどうぞデザートにいただきます。いただきます。大きいね。うん、大きいね。うん、切ってみて。はい、綺麗な渦、うん、綺麗そう。綺麗だよいただきます。うん、うん、おいしい。これ、うん、コミュニカイで美味しいんじゃない。これ断トツで美味しい。断トツだね。しかも値段もすごい安いし、100数十円。うん、口に残らずさっぱり美味しい。おー、これ美味しい。これは冷蔵庫にストックしたいです。うん、牛乳が美味しい。北海道の豊富町の牛乳を使用していた。うん、それは美味しい。アイス、このチーズソフトが美味しいと勧めしてもらった視聴者さんに、ね、いっくりきみすぎた。美味しそう。これはアイスだね。うん、チーズケーキみたいなやつ美味しい。うん、濃厚だね。うん、北海道産チーズ使用。このアイスも美味しいです。うん、夏はよく食べたね。そうだね、うん、冬も室内は暖かいから。そうだね、北海道民は食べるって聞く ね。そうだね、うん、結構北海道観光で来る人たちはライダーさんとか特にアイスとかをね食べたりするイメージ。あー、うん、確かに食べてそう。うん、休憩によってね。うん、そうだね。うん、これも人気商品だと思います。はい、ではソフトクリームランキング、はい、第3位は、はい、北海道チーズソフトです。はい、はい、これは視聴者さんにおすすめしてもらって、うん、買って食べてみました。ね、うん、チーズのソフトって、うん、
あんまり聞いたことなくて、そうそう、あ、コンビニでそういうの売ってるんだなっていうのがすごく新鮮でね、うん、そう、ちゃんとあの渦巻きソフトもね、そう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 、ですけど美味しかった、美味しかった、うん、コーンも美味しいんだよね、あ、そうだね、うん、セコマならでは、うん、っていう感じがしました。はい、では第2位は、はい、北海道牛乳ソフトです。これは一番まあシンプルな、そうだね、うん、渦巻きソフトなんですけど、本当にシンプルに美味しい、うん、もうミルクがね美味しいので、うん、そうだね、間違いなかったです。うん、では第1位は、はい、北海道メロンソフトです。うん、うん、これはすごく人気商品みたいで、そう、でなんかね、一度は食べたことある方が、そうだね、うん、どこにでもいらっしゃると思います。本当にメロンの美味しさとね、うん、そう、全然違う、北海道メロンの味が、うん、確かにあの、うん、オレンジのメロン、ね、北海道で食べたメロン、その味がソフトクリームになったっていう、そうそうそう、うん、ミルクもね、コクあるし、うん、感動したので、では1位、1位です、うん、では続いてが、飲み物のランキングです。はい、でまずは、タイジェスト映像から、はい、どうぞ今日のセコマガラナです。セコマのガラナ、そう、ガラナといえば、うん、コアップとか、うん、キリンとかだけど、うん、セコマの初めて飲みます、ね、いただきます。はい、おー、あ、すごい香りする、どこが作ってるんだ、セコマ、販売者セコマって書いてるね、うん、いただきます。はい、うん、美味しい、うん、これコアップみたいな味するじゃん、あー、そっちの方なんだ、うん、やっぱり水が美味しい、うん、北海道の純水を使用、うん、あ、最初コアップだと思ったけど、うん、飲み進めていったらちょっと違う感じがする、うん、口に残る甘みがちょっと違う感じがしました、セコマ風、やっぱセコマオリジナルなのかもしれない、今日のセコマは豊富ミルクコーヒーです。はい、こちらは北海道豊富町のミルクを使ったコーヒーです、うん、はい、これ大好きなんだよね、うん、5本以上飲んだ、そうだね、これこれ、うん、セコマカードを提示するとちょっと安くなるのでいただきます、うん、美味しい、コーヒーの風味とミルク感が、うん、ミルク感がいいよね、うん、コーヒーもしっかり、そうそうそう、うん、こちらおすすめです、うん、セコマの缶コーヒー、うん、グランディアっていうブランド、うん、いっぱいブランドあるね、うん、缶コーヒーの中でも何本か種類があって、うん、多分一番有名なのが紫色のものなんだけど、うん、カフェオレ味を購入してみました、うん、これが100円以下で1本買えるので、しかもいい牛乳だよ、ね、豊富町さんの、うん、いただきます、はい、うん、すごいまろやか、あ、牛乳感たっぷりだから、やっぱり牛乳違いなんだね、うん、美味しい、うん、缶コーヒーとかあんまり飲まないけど、そうだよね、うん、すごく美味しいです、これを機に、うん、今日のセコマランチ、豊富のヨーグルトが好きなんですけど、飲むヨーグルトが出てたので飲んでみます。うん、濃厚で美味しい、いちごも結構つぶつぶ入ってる、これもセコマのジュース、うん、みかんジュース、うん、国産果汁 100%、 すごい、気になってみた、乾杯、乾杯、うん、うん、あ、すっきり、美味しい、ポンジュースに負けないぐらい美味しい、美味しいね、うん、個人的にはポンジュースより飲みやすいかもしれない、あ、そうだね、すっきり、すごいすっきりしてるね、うん、砂糖、香料、不使用、え、すごい、今日のセコマ、静岡県産抹茶入りの静岡割抹茶杯、これ美味しそう、うん、いただきます、乾杯、乾杯、爽やか、うん、
めっちゃ緑茶ハイだ、うん、美味しい。緑茶ハイ好き。あ、これ結構好きな人多いかも、うん、緑茶ハイ好きな人には、うん、おお美味しい。美味しいね、うん、今日のセコマは北海道余市町産のトマトチューハイです。これ美味しそうだね。うん、セコマブランドの商品なので飲んでみたいと思います。どうぞ。ゆっくり逆さにしてからお飲みください。なんか色は、あ、でもトマト色だね。あ、トマトの香りがすごいする。いただきます。ん、え、これめっちゃ美味しい。よかったね。え、なんだろう、甘い、結構甘いんだよね。飲みやすい。うん、めっちゃ飲みやすい。なんかね、アップルジュースのトマトジュースみたい。トマトサワーだけじゃなくてジュースも出してほしいぐらい美味しい。うん、で、セコマはやっぱり飲み物がすごく、うん、すごい豊富だと思う、うん、オリジナルで、うん、お酒も実はすごいたくさんあって。そうだね。そうそう、やっぱ自社のブランドの強さというか、うん、そこがすごく、そうだね、うん、強いね。そうだね、うん、飲み物すごく悩みました。悩みました、いろいろあって、うん、で、こちらも第3位から発表していきたいと思います。はい、では第3位は、第3位はカフェラテです。はい、はい、これはレジ横で注文するタイプのドリンクなんですけど。そうだね、注文して、うん、あのカップにそのコーヒー、うん、コーヒーメーカーで作ってっていう、うん、ね、うん、安い、安くて、うん、すごくミルキーでね、うん、あの牛乳もその北海道牛乳が使われていて、うん、やっぱり美味しくて。そうだね、うん、これは夏も冬もね、アイスとホットで分けて、うん、飲みたいなと思える商品です。そうだね、うん、では第2位は、はい、トヨトミ飲むヨーグルトです。これは美味しかった。美味しかった。トヨトミの牛乳が使われているっていうのと、うん、これもやっぱり牛乳が美味しいから、うん、ヨーグルトの美味しさというか、うん、うん、飲むヨーグルト好きな人は、あー、そうだね、すごい、うん、好きだと思います、うん、そうだね、うん、では1位はトヨトミミルクコーヒーです。はい、これはハマりました。うん、毎回買ってる気がする。パック、牛乳パックタイプのものなんですけど、うん、500と1リットルとあって、いつも1リットルを買って、うん、たっぷり飲んでました。うん、セコマ会員だとちょっと割引が効くので、うん、比較的安い、うん、コーヒーで。そうだね、1リットルだとお得、うん、そうそうそう、うん、ミルクが美味しいと、うん、なんでも美味しいなってことに。そうだね、うん、セコマはやっぱ牛乳が強みだなって思います。うん、そうだね、さすが北海道の、うん、うん、乳製品が強い、うん、うん、ですね。はい、続いてが惣菜パスタランキングです。はい、ではまずダイジェストからどうぞ。こちらが一番好きな商品です。チキンたっぷりペペロンチーノ。蓋を開けた瞬間にニンニクの香りとスパイシーな香りとね、漂ってきます。チキンがね、すごいたっぷりで、これで140円。ちょっと以前と比べたら値上がりしちゃったみたいなんだけど、すごい安いです。いただきます。うん、美味しいです。ニンニクの効いたソースにこのピリ辛の唐辛子、これがすごいパスタと絡んで美味しいです。チキンもね、身がしっかりしててタンパク質たっぷりです。このナポリタンもね、すごい大好きで、玉ねぎのシャキシャキとこのトマトソースがすごく合います。うん、すごい濃厚なスパゲティです。本当に味が本格的で、これは140円と思いません。セコマの人気ランキング第1位、うん、実はこの煮卵です。初めて食べます、うん、そう、今まで食べたことなかったから、うん、1位って聞いてね。そうそう、うん、もう1個ラスト。あー、やっぱ人気なんだ。うん、私はね、食べたんだけど、うん、あ、すごいね、染みてるね。染みてるね、うん、うわ、燻製みたいに美味しそう。そうそう、いただきます。はい、うん、これ確かに美味しい。うん、中まで味が染みて、うん、外側の白身のところがすごいいい味付けだね。そう、結構甘めな味付けな気がする。うん、で、黄身もね、すごいまろやかな感じで、うん、これは確かに美味しい。はい、これで4つ入り、うん、4つ入りでした。おー、結構お得な感じするね。そうだね、安い安い。うん、タンパク質も 13.9g 入ってます。で、ちなみにね、この味付け牛肉もセコマの今日は代表しました。ちょっとあのご飯を作る暇がない時に助かってます。ありがとう。セ
こまは山わさび使った商品が多くて挑戦です。うん、これ美味しい。こまのサンドイッチも初。ピリリッと山わさびが効いてて、うん、結構食をそそる癖になる。へえ、うん、マヨネーズと山わさびがすごい美味しい。美味しいね。これにハムが合うね。うん、こんなに合う。そうそう、塩気と、うん、これは他にないですね。うん、美味しい。この組み合わせは美味しいね。うん、うん、でセコマのお惣菜とパスタは、うん、トレーのパックの中に入っていて、うん、1回で食べきりタイプ、うん、で値段も130円とか安い、うん、安くて、スーパーとかのお惣菜よりも安い。そうだね。コンビニとしてはなんかありえないなと思うので。うん、そうだね。うん、本当にセコマさんすごいです。そう、うん、なんか今はあのスーパー使いにもセコマはできるなって思ってます。うん、そうだね。うん、ではこれは多いので量が、うん、選びきれないのでベスト5で選びました。はい、第5位、パリパリ大根です。これは結構あの季節柄でお惣菜とかも変わったりするんですけど、パリパリ大根は結構ずっと並んでる気がする。そうだね、うん、うん、なんかもうお惣菜中のさらにおつまみみたいな感じなんですけど、つまみたくなる、止まらなくなる。そう、味付けがね、うん、本当に美味しくて。味付け美味しい。うん、メインの食べ物と、うん、まあ、一緒に合わせて。あ、そうだね、何か買うならこれもちょっといるなって選んでしまうものなので。そうだね。はい、多いです。はい、4位、山わさびとハムのサンドイッチです。うん、これはあのセコマのオリジナルだなって思う。そうだね、あんまり見ないよね。うん、山わさびが北海道のまあソウルフードというか、確かにみたいなもので、うん、それがねピリッと効いてるマヨネーズとハムのサンドイッチで、うん、これは美味しかった。美味しかったね。うん、これは、ね、小腹が空いたランチとかに、そうだね、うん、手に取りやすいかなって思います。うん、うん、第3位、鶏ときゅうりのバンバンジーです。うん、これはねさっぱりしてて夏とかによく食べてました。そうだね、うん、味付けが本当にこれも美味しい。美味しいね。うん、止まらなくなる系の。うん、第2位が塩サバです。はい、はい、これはもともとセコマのランキングでもお惣菜で人気の商品で、そうそうそう、うん、味付けの具合、塩加減がちょうどいいね。うん、やっぱこの値段で、あ、そうだね、うん、もう100円台で買えるっていうのは、うん、第1位はチキンたっぷりペペロンチーノです。はい、はい、もうこれはシンクの大好物。そうですね、 95% の確率で食べる。なんかチキンがね、うん、いっぱい乗ってて、うん、満足感がすごい、うん、チキンがいっぱい入ってる。これも100円台だもんね。150円以下で買える。そうだね、うん、でパスタ系はもう一通り試してて、うん、試してそのナポリタンとかカルボナーラとか、うん、で結構やっぱりいろいろ試した結果やっぱりうん、ここに落ち着いたというか、うん、中毒性がある。なんか一回食べたらみんなファンになって、そうだね、また、うん、食べたくなるって思います。うん、そうだね、うん、よし、以上がパスタお惣菜ランキングでした。はい、いや選びきれません、お惣菜系は。結構難しいね。うん、本当に季節ごとでね、すごいよね、新しいのどんどん変わるから。そうだね、うん、確かに。続いてスイーツおつまみランキングです。はい、ではまずダイジェストからどうぞ。セコマスイーツ、うん、ティラミスがすごく美味しいと聞いたので、うん、買ってみました。はい、しかもねお値段がびっくり。ね、安いよね。安い、うん、最近はコンビニスイーツ手が出せないからね。ね、高級だもんね。うん、セコマはうわ美味しそうな。美味しそうだね。うん、いい粉ですね。じゃあいただきます。はい、おお、柔らかい？柔らかい。うん。スポンジもチョコ？うん。美味しい。すごい柔らかい。うん。なんか舌触りがすごい柔らかいというか、なんかクリームがたっぷり入ってる感じ。あ、いいね。うん。やっぱ使ってる牛乳が美味しいからさ。うん。すごく美味しい。うん。しこまは高校生と考えたスイーツ。販売してて地域密着感じました。キャロットエクレア、人参なの。ちょっと罪悪感ないでしょ。うん、すごいね、美味しいね。コンビニのスイーツとは思えない。人参あんまり感じない。オレンジクリーム、オレンジも入ってるみたいね。香りがいい。うん、うん、高校生すごいね。
おこのヨーグルトも北海道のヨーグルトでセコマのブランドです。このヨーグルトがすごく美味しくて、ちっちゃいカップもあるんですけど、もうパックで買ってます。うん、セコマのヨーグルト美味しい。セコマはスイーツもね、うん、すごく独自のものがあって、うん、うん、他のコンビニさんと変わらない。うん、今やっぱりコンビニもなんかスイーツのレベルがやっぱり上がってるから、うんうん、そうだね、うん、いやコンビニといえば結構スイーツっていうところも楽しみだしね、うん、じゃあベスト3いきます。はい、第3位サケトバです。はい、はい、ちなみにサケトバって北海道の珍味らしいです。あ、そうなんか、そう、アイヌ人が長く保存するために作ってそこからのらしい。あ、そうなんだ。そうそう、ね、おつまみコーナーも結構いろいろ北海道の珍味、うん、売ってて、その鮭とばは本当に美味しかったです。そうだね、うん、珍味もすごい珍しいというか、うん、これもセコマさんが出してる、ここでしか、うん、買えないなって思って、うん、そうだね、うん、スイーツおつまみ部分おつまみ部分いや第2位京極コーヒーゼリーです。北海道の京極町っていうところ、お水がとても綺麗で美味しくて、そこの天然水使ったコーヒーゼリー、うんうん、なんですけど本当にまろやかで美味しいんだよね。本当に美味しい、うん、お水が美味しいと何でも美味しいからさ、うん、ゼリーもこんなに美味しくなるんだなっていう。そう、これは本当に美味しい、安いし、うん、そうだね、うん、セコマさんはあと京極、あの2リットルのお水とかで京極の名水販売してて、うん、あと氷も京極の氷なんだよね。そうだね、うん、本当にペットボトルの水も美味しい、美味しい、透き通る軟水で、うん、体に染みてね、うん、美味しいです水にうるさい第1位が豊臣ヨーグルトです。うん、これは市販のヨーグルトとか食べた後に食べてみると全然違うと思います、うん、違う、ミルクの味がね、うん、ミルク感がすごい。そうそう、こんなにミルク感があるヨーグルトをコンビニで、うん、しかもこの価格で食べれるっていうのが本当にすごいと思いました、うん、はい、これはぜひ食べてほしい、うんうん、これはストック、うん、ストック一家に一つ、うん、はい、続いてがホットシェフ。はい、こちらのランキングです。はい、でまずはダイジェストから、はい、どうぞ。私がカツ丼と、うん、豚丼、うん、セコマのカツ丼はさ、美味しいって有名だよね。うん、そうね、うん、本当に美味しいよね。美味しい、これがコンビニの味とは思えない、うん、カツ丼本当に美味しい、うん、豚丼は初だね。豚丼初めてだな。どう、なんか黒胡椒が入っててね、うん、香りがいい、ね、香りがいい、ね、お、うん、ふん、あ、めっちゃ美味しい、うん、うん、香ばしいでしょ、うん、うん、いいね、うん、セイコーマートで買っちゃいました。はい、このチーズおかかのおにぎりはやっと出会えたんです。そう、すごい美味しいってね、そう噂で聞いてて食べたかったんですけど、2ヶ月住んでやっと会いました。ね、初めて会えたね。うん、うん、チーズおかかね、美味しい。まずね、ご飯が美味しい北海道のお米、この醤油も甘くて美味しい。今日のセコマ、北海道ジンギスカン弁当です。あ、ジンギスカンのタレの匂いする、甘い香り、本当だ甘い、うん、コンビニでジンギスカンのお弁当を買えるってすごいよね。確かにあんま食べれないよね。うん、いただきます。うん、これは美味しい、たっぷりじゃん。うん、うん、これはボリューム満点、大満足ジンギスカンの味付けもすごく美味しい。これはホットシェフ限定のフライドチキンです。これはチキンが入ってるんですけど、これもケンタッキーと戦えるレベルに美味しくて、スパイスが効いてます。うん、本当に美味しいです。お肉の旨味がすごいぎっしり詰まってて、コンソメパンチみたいな味がしてすごい美味しいです。今日のセコマはトウキビポテト買いました。ポテトに
とうきびパウダーをかけて食べるみたいです。美味しい。これじゃがいもも美味しい。じゃがいもも美味しい。匂いはコンポタージュみたいな匂いで、でも意外となんかスパイシーというか、これおつまみになりそう。このクロワッサン、このクロワッサンはフランスから生地を直輸入してるんだって。そうなんだ。そう、発酵バター使用してて、あと、うん、店内で焼き上げてます。それがこのお値段で。安いね。安い。結構大きいと思うよ。本当だ、手より大きいね、うん、そう。断面はこんな感じ。綺麗、ね、いただきます。いただきます。うん、パン屋さんだ。パン屋さんだ。うん、香りがすごいね。うん、美味しい。え、すごい、うん、コンビニのクオリティじゃない。うん、うんうん、すごいバターの香りがする。うん、口いっぱいに。これも一度は食べてほしい。これはすごいね。うん、今までね、いつも見るけど買ってなかったけど。そうそうそう、こんなに美味しいと。うん、うん、ご褒美アップルパイ、軽くリベイクしてみました。季節限定なのかな。初めて見ました。美味しい。程よい酸味とパイも甘くて美味しいです。いや、ホットシェフはもうセコマの代名詞かな。うん、なんかホットシェフないセコマには行かないっていう人もいるみたいで、うん、確かになんかあった方が、あった方が、うん、いいね。昼ご飯の選択肢がやっぱり広がるというか、うん、ご飯の。ちなみにホットシェフとは、ホットシェフはお店の中に厨房があって、うん、例えばカツ丼だったらもうご飯から炊いて、うん、でカツもしっかり揚げて、うん、で一応その工程自体がもうマニュアル化されてるから、どのお店で食べても同じ味が提供できるっていう、だから熱々のもの、うん、出来たてのものを食べれるっていう、うん、店内調理。そう、すごいね。そう、コンビニでそこまでできるって。そうだよね、うん、こちらも選びきれなくてベスト5で発表します。はい、はい、第5位が道産ポテトのフライです。うんうん、まず道産っていうのがすごい、ね、さすが、うん、ホクホクで美味しいんだよ ね。これはやっぱり北海道を感じるというか、うん、うんうん、確かに観光客とかも食べやすいと思います。確かに、うん、本当にこれはシンプルな美味しさというか、ね、うん、コンビニで食べるものとしては美味しさも隠すというか、うん、確かに満足度高いかも、うんうん、そうだね、うん、第4位がカツ丼です。はい、はい、これも結構みんな好き。みんな好きだね。うん、道民が好きな、うん、濃い味で、うん、甘い味。うん、そう。味付け好きだね。うん、それがまあ500円台で、そうそうそう、食べれるっていうのも、うん、安いね。うん、食べたくなってきた。そう、食べたくなってきた、ね。第3位がフライドチキンです。うん、これは北海道に移住してから初めて食べたんですけど、うん、予想の3倍以上しか。うん、ジューシーで。うん。美味しいね。ね、もうケンタッキーと戦える。フライドチキンもすごく人気が高い商品みたいで。うん。スナック系でね。そうそう。うん、もう食べたらやっぱ満足感高くて、うんうん、コスパがいい商品だと思います。はい。続いて第2位がバタークロワッサンです。うん。これも最近初めて食べたんですけど、ずっと気になっていて、うん、結構セコマに入ったら結構目立つ、そうだね、ところにあって、うん。これも店内で焼き上げたクロワッサン、本当に美味しかったです。これもこれはびっくりした、ね、高級感が、そうそうそう、そう、パン屋さんのパンね、うん、バターの香りがふわっと香って、うんうん、目隠しでこれを提供されたらパン屋さんって答えると思った、うんうん、これは第1位が大きなおにぎりです。セコマのその大きなおにぎりっていうシリーズがあって、もう大きくて、うん、でもふわふわなんだよね。そう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 、噛んだらほわっていう、うん、優しい感じのおにぎりで、で味がちょっといっぱいあって選びきれなかったんですけど、うん、チーズおかかとすじこが個人的に好きです。うん、美味しいね。うん、すじこもね、なかなか食べれない。そうだね、うん、お米がね、あ、そう、お米が美味しいから、うん、ね、出来たてっていうのがやっぱり嬉しいね。うん、すじこもはその大きなおにぎりと、うん、その工場からの、うん、普通のね、三角のコンビニおにぎりみたいなのか、うんね、うん、やっぱり大きなおにぎりは特別感があるというか、うんうんうん、いや、考えた人すごい、すごいね以上がホットシェフのランキングでした。はい、はい、
最後ここからが番外編で、うん、セコマで買えるお土産を選んでみました。はい、はい、ね、お土産も買えるなって思ったよね。あ、そうだね、うん、セコマブランドの商品で、うん、お土産にできそうなもの、はい、常温で持ち運びできそうなものがあったので、うん、紹介したいと思います。はい、どら焼きです。はい、どら焼きはその北海道の小豆を使用していて、でいろんな種類が季節ごとであったりして、うん、それもねちょっと配るのに何個かとか買い忘れてちょっと買っとこうとかできそうなので、うん、いいなと思いました。確かに、うん、大福とかもあって、あ、和菓子もそうだ、ね、うん、美味しそうでした。うん、うん、あとミルクキャンディーです。うん、うん、北海道ミルクキャンディーなのでこれもねミルクの味がまた違って、うん、うん、美味しいです。うん、あと北海道メロンゼリー、いやメロンゼリーは多分人気だと思うんですけど、そこまでも買えるものがありました。そうだね、うん、コンビニでね、うん、こういうメロンゼリー売ってるの嬉しいね、うん、そうだね、いつでも買えるから、うん、ぜひねいろいろ探してみてほしいなって、そうだ、ね、うん、思いました。うん、で続いてがその山わさびシリーズが結構セコマで商品化してやって、うん、しんくんが得意なんですけどそう、山わさびシリーズのそのカップ麺が食べる催涙ガスって呼ばれてて、うん、もう一気に吸い込んじゃうとわさびのツンとした香りが鼻に入ってね、うん、私はそれでは苦手、うん、結構むせ込んじゃうみたいな、うん、でもね、旨味はあって美味しいんだよね。そう、味はすごく美味しい、うん、まあ、勢いよく食べれないから、うんうんうん、ね、気をつけなきゃいけないっていう、うん、そう、それはもうカップ麺だからお土産にもできるかも ね、うん、ネタとして、まあそうだね、うん、ラーメンバージョンと焼きそばバージョンが今売ってました、うん、そうだね、うん、あと山わさびでそのサンドイッチの他におにぎり、うん、もう山わさびのおにぎりとかもあったのでちょっと試してみたい人にはいろいろ試せるかなって、あーそうだね、うん、確かに思います。うん、山わさびを売りにするってのはすごく、そうだね、北海道らしいというか、うん、北海道に自生している西洋わさびらしい、そう、寒いところでの山の中にあるって、うん、あ、そうなんだ、そうそう、へえ、もうセコマはこういう、うん、ね、地産地消を体現してるというか、うん、ね、牛乳は豊富町のものを使って、うん、水は京極町のものを使って、うんうんうん、ね、本当に美味しいところから美味しいものを引っ張ってきて、うん、そうだね、で美味しいものを安く提供してるので地域密着だね、うん、そう、以前その茨城で、うん、セコマに行ったんですけど、そうだね、北海道と茨城と埼玉に展開しているみたいで、うん、そう、なんかできたら関東圏内とかね、ねえ、増えたらいいなとは思いつつ、うん、そんなに、うん、あの、うん、秘密にまだしておきたいというか道内に留めて、そうだね、うん、でも道内だからこそやっぱりなんか特別感があるというか、うんうんうん、そうだね、まだまだ通いたいと思います。そうだね、うん、ご視聴いただきありがとうございました。